しこまりました。取引を行いましょう。ありがとうございました。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望対シルバープリット、天王山シナリオの、伊達政宗編第8話かな、ご視聴いただきありがとうございます。では、進めていけますけど、まあ、とりあえずこれ、行くだけ行って、遊戯場は、とりあえずダメですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。ということで、当分戦争できないんじゃないのかなと思います。では、進めていきます。当分戦争できないから、今、北条さんずっと戦ってるっていうのも手なんですけど、とりあえず講和はします。終わりか？口ほどにもない。かたじけない。うん。あと13,000でしょ。無理だね。これは、部隊、9部隊と8部隊なので合流もできないし。まあ撤収ですね。準権上壊しに行くだけ向かってもいいですけどね。まあ、とりあえず壊しておきましょう。かしこまった。戦争できないんで、できればね、ここね、織田氏、不死鳥の織田さんね、取って、くっつけておきたいんですけどね。はい、進めていきます。使いの者が来たようです。あ、小田さん、あ、従属したい。あ、いいよ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 。待機する。夫北条と講和無視したんで返します。なるほど。小田さんは助けてほしいので、言ってきたんですね。わかりました、わかりました。はい。報告いたします。まあ、こっちでしかも悪くはない位置ですからね。表情を始める。農業、商業でいきます。これにて表情を終える。これ絶好調。絶好調。これどんな品？絶好調、最大絶好調調整増加。あー。なんかさ、これどういう意味なんだろうね。最大絶好調増加でしょ？これはただの絶好調確率上昇でしょ。最大ってついてるとなんかいいのかな？もう小なんだよね。こっちは中なんだよね。うん。その差がよくわからないんですよね。兵糧割引、鉄砲流通いらない。あ、ここら辺取りたいね。うん。ゲチよ。じゃあ、歩兵します。かしこまりました。あとは、あ、ここ、護衛しましょう。かしこまりました。1000人しかいないんだ。1000人しか集められないお城なんかいらないんだけどね。2000人か。かしこまりました。廃城したいぐらいですね。ただ、廃城すると、出兵するの大変になっちゃうね。かしこまりました。まあ問題なさそうだね。足軽はもういないよね。ちゃんと歩兵終わってるもんね。はーい。やめ取引します。遅れる者は切る。取引を行いましょう。あ、失敗しちゃった。
かしこまりました。戦争できないよまだね。はーい、じゃああとここ巡検所、ここ建てれるね、施設。巡検所は建ててるんで大丈夫ですね。じゃあ、ここを撤去。ここもちょっと撤去した方がいいね。ここは、小田さんか、ここ。小田さんじゃ問題ないね。新設で、届かないか、ここ。まあ、どっかここら辺4万とかだし、ここら辺で集めればなんとかなるでしょう。じゃあ、進めていきます。これで内政の建築はね、終わりましたね。秀吉と北条を壊しましたね。先月の収支です。下地を。真田となってくしか後ろにないんじゃないこれじゃあ。いや、一応近づいたから同盟できるようになったけど。柴田さんに取られてるじゃん。うちの、カナンさんがいるはずなんだけど。あれ雪村いるけど、いたいるよね。コイン同盟結んでたのにね。では、商業を進めていきましょう。かしこまった。進めていきます。病には勝てぬか。報告いたします。先月の収支です。ああ、先月評論会の忘れてた。取引を行いました。失敗したのかな、先月ね。ありがとうございました。うん、草刈りもできないね。はい。かしこまった。戦争はまだできないもんね。はい、じゃあ進めていきます。お、これでだいぶ減ったんじゃない？いけるかな？あ、戦争できるようになったなった。南部さんいけるね。南部さんいっちゃおうか。それか、南部さんちょ、ほっておいて、北条攻めもありだね。もう少しで。北条攻めでもな、あと2回すぐらい待てばね。表情を始める。論議。これにて表情を終える。今回は取るのやめときます。やめ取引します。遅れる者は切る。取引を行いましょう。で、北条さんと戦争しよう。北条さんね。家康君とも戦争できるんだ。家康君あれだよね、でも秀吉と同盟だもんね。報告いたします。先月の収支です。下地を。兵糧買います。取引を行いましょう。まだできないね、北条さんとはね。来月かな。今月末はもしかしたらまた保育もかかるかもしれないもんね。
こういうものメディア来なかったですね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。のちは商業は兵糧を変えましょう。取引を行いましょう。失敗しましたね。宣戦布告でできるようになってる。まあ、勝てる場所だけちょっと行こうか、宣戦布告で。我が道を阻む者、値切りにするのみ。助立ちする。なんかここコイン同盟なんだ。あ、従属してもらおうか、これ。かしこまりました。うん。従属して仲間にした方が楽ですからね。何かと便利、そっちの方がね。18,000。いいね。いいんじゃないんですか？ここだと6000のいくつで当たれるか。12,000、6000当たれるんだったらいいね、これ。で、これは、59,000まで持ってきてもらいたいので、それ59,000持ってきてくれる限界の数値を見よう。4万ぐらいかな。もっと4、もっともっと買わなきゃダメ。平水河川庫。これで集結それさせようか。いざ、決戦の地へ。集結させて、あれだね。ちょっと卑怯な技使いましょうね。兵糧節約のね。技を使っていきます。で、兵糧は買ったよ。買ったね。じゃあ進めていきます。ちょっと強いかもしれないですけどね。59,000来たね。これ当たる戦場は、12,000。18,000。こっちで、ね、当たるのはね、戦場ね。こっち。12,000。ですよね。じゃあこれ部分解除します。部分解除させます。兵糧もったいないんでね。どうしよう。どの辺。4部隊いればいいかな。このぐらいで2万ぐらい。もう少しちょっと。2万5000持っとこう。はーい、ということでね。ちょっとずるいかもしれないですけど、これでいきます。向こうも減らしちゃった。ちくしょう。報告いたします。表情を始める。これなんだっけ。論議がね。ロンギ。まあ、商業を取っといて問題ないですね。じゃあこれでいきます。これにて表情を終える。もう、精鋭足軽とかさ、足軽使うんだったらこれ、いいよね。足軽レベル上がるからね。で、こんなのね、取りたいよね。足軽使わないからね、別に。これ、これ取ります。こっちはいらない。鉄砲を獲得しようなきゃいけない。鉱山の収入ね、増えるね。これはね、欲しい。こっちのはいいか。収入よりも米の流通をね、取りました。これ、対面、公安。ご命令を。
や、闇取引します。遅れる者は切る。取引を行いましょう。ありがとうございました。はい、では。ここら辺からちょっと兵だ出しとこうか。2万ぐらいかな。34日、遠いところはカットしよう。遠いところから出さなくても2万ぐらい出るんだね。このぐらいでいいか。進め。参るぞ。こっちに向かうような感じにしときましょう。進め。で、これが当たったらね、一気にポコっていきます。皆の力合わせよう。精錬使われてるけど大丈夫、勝てるね、この戦場ね。我が部をもって我が名を示す。我が部の前に敵はおらぬ。はい、ということで、これはどう行こうかな。あー、どっちみちこれあれかな、勝てないパターンかな。手を打ちます。こっちもこっちもどっちも取れるね。武将1、じゃあ部分入場。ちょっと減っちゃうけど。手を打ちます。こっちが硬いから、こっちが A だ。こっちをこれで行って。戸沢さんは下に行きます。こっちにね。進め。で、多分2箇所取れそうな気がします。うん。参るぞ。で、これこっちかな。進め。あ、でも2枚以上でこっちだと来られるね。やめよう、こっちは。参るぞ。まあ、ここを狙っておきますか。進め。じゃあ進めていきます。弱い相手にも容赦はしないぜ。で、こっちの江戸も行けるんじゃないの、これ。先陣を切らせてもらう。7200はこっちからこの部隊が当たる、問題ないね。集合が何にした、これ。わからない。7200だったら結構いろんなとこから持ってこなきゃダメなはずだけどね。ここ、ああ、こっから来れるんだ。へえ。我が部の前に敵はおらぬ。かたじけない。そうすると、もう、あとは、八王子ぐらいかな、取れそうなの。ただ、距離が距離なんで無理だね。手を打ちます。じゃあちょっと、川越あたりに行きますか。あー、これ、戦場が不利。こっちも不利、戦場が。ここら辺とかで当たれないかな。手を打ちます。ここで当たれたら嬉しいよね。ちょっとここ行ってみようか。うちらのも早く突
から当たれるはずなんだけどね。皆の力合わせよう。待機する。おっと、なんか場所変わったね。行くぜ。こっち行こう。出陣するぞ。これさ、集合する前にさ、勝てると思うんだけどね。どうなんだろうね。もうコンピューターの判断はよくわからないです。これが9900。行きます。こっち行こう。出陣する。うん。9900に出ないか。あー、出るのか。もう3部隊で4800いるもんね。4800で倒せるね。じゃあ進めていきます。今ぞ、攻め込め。あー、出てきた、同じ数で。これが我が部、我が力ぞ。いやー、東蔵さん強かったわ。東蔵さん強いわ。これ出てこない、江戸城。出てくるね。江戸城出てくるね。行こう。こっち行こうか。こっち行くふりをして。我に続け。で、これ、戸沢さんは部分入場させて、戸沢さんですね。戸沢さんを合流させて、先陣を切らせてもらう。行くぜ。先陣を切らせてもらう。こっちの集合が6日、こっちが9日。行くぜ。いや、そこじゃなく、ここにとりあえず一歩移動だけしようか。先陣を切らせてもらう。で、これがこう来て、ここが2000いくつ当たってくれれば楽ですもんね。うん。待機する。勝てます。ああ、負けちゃった。集合する前だと思ったんだけどね、負けちゃったね。1万。出陣するぞ。行くぞ。まあ、さすがに今度は勝ってるでしょ。出陣するぞ。あ、まだいっぱい出せるんだ。こっち集合は39日。準検所立てましょう。報告いたします。ご命令を。歩兵します。はっ。かしこまった。いやー、北条さんの長取れたのでかいね。ということで、これね、準検所とかね、立て終わったら、第8話かな、これ。8話をね、終了していきたいなと思います。とりあえず、撤去の方をしていきます。撤去は、これは撤去しんだよね。これぐらいかな。じゃあちょっと、この辺準検所立てます。はっ。これはちょっと、一気が起きると困るんで、残しておきます。とりあえずはね。7100。とりあえず、ちょっと立っておこうか。多分立つというかも使わない準検所だと思いますけどね。江戸城。はっ。これいらない。親切。準検所立ってきます。こんぐらいかな。
はい、ということでね。そうだ、兵糧買ってない、兵糧買ってない。取引を行いましょう。商業を進めておきます。はっ。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。